勝利のアレゴリール。南京大勝利は、争い事などに勝つこと。大義語は敗北。なお、多くのスポーツなどにおいて、勝利でも敗北でもない引き分けが存在するが、このことを敗北と引き分けを合わせたものとして、未勝利と呼ばれる。戦争においての勝敗は、戦争、作戦目的を達成したか否かによって判定される。野球において、勝利投手に記録される、投手記録のこと。 アメリカ大リーグの通算最多記録はサイヤングの511勝。日本プロ野球の通算最多記録は金田翔一の400勝。なお、ニグロリーグのサチェル・ページの記録は少なくとも511以上とされるが、記録が不備で正確な数字は分かっていない。いずれも、投手の起用方法などの変化により、現代野球では更新は極めて困難と見られている。アイスホッケーにおいて、 勝利ゴールテンダーに記録される GK 記録のことで決勝点が決まった時点での次軍ゴールテンダーに記録される。NHL の通算最多記録はマーティン・ブロデュアの691勝。アメリカンフットボールにおいて勝利クォーターバックに記録される QB 記録のこと。NFL の通算最多記録はトム・ブレーディの219勝。 通算勝利数2021年7月場所終了現在幕内勝利数2021年7月場所終了現在横綱勝利数2021年7月場所終了現在大関勝利数2021年7月場所終了現在関脇勝利数2021年7月場所終了現在小結び勝利数2021年7月場所終了現在囲回における勝利数の記録には 非公式棋戦やイベント席上での対局、アマチュア相手のお季語などは参入しない。2017年、長地くんが史上初の1500勝を達成した。ありがとうございます。